テレビでは被災地の状況が結構あったので、理解はしてるつもりだったんですけど、実際に見るっていうことを一回はしてみたいなとか思っていたので、この修学旅行っていういい機会をいただいたことを利用して東北に行こうと思いました。まずは筑女の筑紫女学園の生徒のみんなに被災地の状況、講話の内容を全部できるだけ全部話して、家族にも親戚にも話して、もう二度とこのようなことがないようにしていかなければならないなって思ったので、しっかりと情報を発信していかないといけないなって思います。今回私が見つけた答えというのは、これから将来自分が東北に携わっていこうということで、私の将来の夢が看護師助産師なんですが、それを通じて東北の方をサポートし、また子どもたちの未来になっていくという面で、できるだけ支援をしていきたいと思っています。例えばその今回でいうと、東北であった地震を西日本の人が助けに行くとか、大人の方を高校生が応援しに行くという感じで、すごい違う、一見違う環境の人が助けに行くっていうことがすごく大事だなって思いました。あとは私、将来の夢が建築家なんですけど、やっぱり安心して住める家を建てたいなって、改めて将来の夢なりたいっていう思いが強くなりました。はい、感謝する思い、自分を支えてくれてる、両親を含めて周りの人への感謝の思い、ここに東北に来られたということに対する喜びに対する感謝の気持ち、それとやっぱり社会全般に対する意識、社会を革命とか言うんじゃなくて、やっぱり社会そのものに対するその思いを大きく膨らませて、これから自分たち若者が10年後20年後30年後担う社会をいいものにしていきたいっていう方向に生徒たちが考えてくれてたというのも、今回の話し合いの中でそういう発言が出たということは、もう本当にまさに私がここの東北に生徒を連れてくる一番の目的を、彼女らがそういうふうに考えてくれてた、それが本当に嬉しいことですよね。もう教育者はもう本当に妙理に尽きることだなと改めて思った次第なんですよ。